日本埼玉県上尾市、菅谷菅谷は、埼玉県上尾市にある町名及び大座。現行行政地名は、菅谷1丁目から6丁目、及び大座菅谷。住居表示未実施地区。市の統計などでは、上平地区で分類されている。郵便番号は362-0003。埼玉県東部で、上尾市北部の大宮台地上に位置され、地区を縦断するように。 芝川の支流が流れ、上奥汽線が東西に通る。東側を、助国と南側を、平塚や、上尾村と隣接する。また、西側は、南や、西門前や上、北側を、桶川市、倉田や北足立郡稲町、小針新宿と隣接する。大和座菅谷は、芝川の支流に沿って南北に細長い形をしている。また、 地区のすぐ西側の上平北学童保育所付近に小さな大技、菅谷の飛び地が2箇所、上平北小学校の敷地の道路を挟んだすぐ、南側にごく小さな大技、菅谷の飛び地が存在する。地区内は全域が市街化調整区域で農地が多いが、工場や住宅地のほかまとまった雑木林も見られる。住宅地の地下は2018年の 都道府県地下調査によれば、菅谷二丁目四十五の地点で二万四千二百円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国に足達郡大谷寮に属する菅谷村、古くは南北長期より見出せる足達群桶川里のうちの菅谷村であった。隣の助国村と共に元は桶川里の一つの大きな村で、菅谷村や塚谷村に分存された説もある。 スカタニ村の東谷に対し、西谷とも呼ばれていたと言われていた。飛び地が南村と門前村の間に存在した。村高は、昇法年間の武蔵国連縁簿では、スカタニ村として304国余りと記されている。また、元禄豪町では278国余り、天保豪朝では八十二国余りであった。機の個数は件で、 村の規模は、東西12町、南北18町ほどであった。南村のうちに飛び地を漁していた。地名は、塚谷村と同様に漢が自生する湿地によるものと言われている。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村市によると米70国、大麦158国、小麦105国、万所39,960貫であった。当規模上は、 今もなお存在する小技を含む2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる地区内に鉄道は付設されていない最寄り駅は北上尾駅だが菅谷2丁目45の地点よりおよそ 2.6km 離れている上尾駅から羽根岸駅方面への路線バスが 運行されている、花光寺、ありがとうございます。